ふっちょ、ふん、てや、ぼげこのタコせい、せい、くそがガキめてめえふざけんなおらうぶちのメスらいなうっとうしいどけリプレイふっ <laughs>、逃げるんじゃねえ叩き込む調子に乗るな下がれ近づくんじゃねえって、追跡する引くか逃げるぞし、ってった痛んだよちくしゃ、ここはやばいぜ

スタンドを戻す。様子を見るか。なんてこった。や、やばい。まだ終わらんぜ。潰す。油断した。ふざけ合って。特別に見せてやる。ムーディーブルースてせおらふぅ。はぁ。おら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 ちょっとやりすぎたかな。ぶん殴るボコボ,ボだブッコだぶっ殺す 潰れな始末するおらやかましいぞ黙ってろ口応えしてんじゃねえぞガキがウリアおら行け捕まえたぜこの野郎追跡しろ手をそこだウリアウリア ざまぁなんの真似だ何か用か今向かっているジョルノブチャレティミスターフーゴーナランチャトリッシュ敵だなてめぇ何者だてめぇはプッ殺すおら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  ちょっとやりすぎたかな。や、やばいよ。<laughs> ひでえ頭だな。どうやったんだムーディー・ブルースでもリプレイできないんじゃねえか俺のスタンドで謎を解くお茶でも飲んで、話でもしようや。<laughs> 俺がリプレイさせられただとあの生意気なジョルノとどこか似てやがる。もしかして、あいつの親父か お前をリプレイすれば面白い漫画を描けそうだな。ムーディ・ブルースだと俺が忠誠を誓ったのは組織になんだ。あんたに対し忠誠を誓ったわけじゃねえ。ようやくたどり着いたぜ、ボス。まずは距離だ。パープル・ヘイズとやるなら距離が必要だ。裏切り者がよ、俺たちの邪魔してんじゃねえぞ 先輩である俺の命令が絶対だそれを拒否するってんだな覚悟してろよ馬鹿なこと言ってねえで構えろよなんだならんちゃ。つまり、俺と腕試しがしてってことか裏切り者がその後どうなるのか、知らぬわけではないだろうに。自分のスタンド能力を簡単に見せるわけにはいかない。こいつは、スタンド能力か トリッシュ、いつの間に俺のスタンド能力なら、お前の過去もわかるかもな。お前、何者だあとはブチのめすだけだな。ムーディ・ブルースのリプレイを続行するぜリプレイしたつもりがさせられていた、恐ろしい奴だぜ。こいつ、ジョルノよりもクレイジーな野郎だな。どうかしてんじゃねえのか面白い漫画だったが。 リプレイでは続きが読めないのが残念だ。覚悟しろ。くだらねえ真似しやがってよ。しかしだ。俺の落ち着けるところは、ブチャラティ。あんたと一緒の時だけだ。ブチャラティたちが来る前に、俺が仕留めてやるぜ。本気じゃないとはいえ、お前を相手にする時はヒヤヒヤする。世界中どこに逃げようと。 もうあんたには暗息の場所はない。ボコボコにぶん殴ってやろうとも思ったが、お前が命をかけられる奴だってことは理解したぜ。たまには手合わせするのも悪くねえな。リプレイの必要もねえな。お前の手の内ならよく知ってるぜ。何者だろうとボスが逃がしたことはない。大サービスで見せてやった俺のスタンド能力はどうだったま、 これ以上見せてやるつもりはねえがな。どうやら、俺たちが考えている以上にタフな精神力のようだな。残念だったな。俺にリプレイして欲しければ、俺に勝って故郷にでも連れて行くんだな。随分クレイジーなことをやるやつだぜ。その不存で生意気な態度。やっぱりこいつ、ジョルノの野郎と似てやがる。偽物は消えな追跡しなきゃ。 敵は倒せねえんだぜ口答えしてんじゃねえぞ俺はてめえなんかどうなっても構わねえ攻撃パワーはあまり強いとは言えねえようだな。戦って勝てるのは無力な人間だけかえ最も大切なことは命令を完了することだ。この野郎いてんだよちくしょう命令に失敗することは 俺の誇りが許さねえお前は蹴飛ばされやすいように、しゃがんでいるんだ。おりゃこいつは敵ではないようだ。ただの罪のない一般人のようだぜ、こりゃ。ついでだ、こいつに皿の毒味させてから食おうぜ。俺は仲間のところに戻らなくてはこれで時間ができたということだぜ。 これからボスの正体を追跡してよ探し出すための時間がよムーディー・ブルースがリプレイした。お前の小手先の技じゃ通じねえぜ。やるじゃねえか。俺に向かってくるとはいい度胸だ。俺たちに与えられた指令は、娘を安全にボスのところまで護衛すること。邪魔するんじゃねえ迷いはねえ。 おめえをぶっ殺さなきゃ進めねえっつーのなら。ちょっとした個人的な好奇心なんだが。あんたはどうして必死に戦ってるんだ手こずらせやがって。言ってえな、畜クどうしたえ来いよ。立ってかかってきな。うせな。お前に構ってるほど暇じゃねえ。おい、もう終わりかやる気あんのか、お前。 これで分かっただろう。お前じゃ叶わねってことがよ。お茶でも飲んで、話でもしようや。あんたは歳いくつどうした俺がぶちのめしてやるさ。何言ってんだお前。敵の能力の正体が見えてきたようだな。野郎をぶっ殺す気に入らねえ。生意気なガキだ。ぼさっとしてんなよ。言葉に気ぃつけろよきさま。先へ進むぜ。 来いくそ敵の能力が分かりかけてきたぜどうかしたのかよ早くやれよおっと、惜しいちょこっと遅かったなせこい野郎だなどこ行く気だおいお前やかましいぞ急いでんだから切れんなよおい、貴様この始末どうつける気だてめえ。何をやってるんだやかましいぞんこのガキが こいつ、クレイジーな野郎だな。どうかしてんじゃねえのか